どうも、ひーちゃんです。あんな、今日は、不思議な現象の話やねん。部屋の中で、ピッってなるねん。で、ちょっとしたら、ピピピってなる。ピッ、ピピピ、なんやろ。なんやこの音。めっちゃ不思議やん。なのにやろ。すげえなんだって。ほな、その答えがさっき分かって。父ちゃんと一緒にエミネムのなんやラップの映画一緒に見とってん。そしたら父ちゃんタバコ吸おう思ってよいしょって立った時にピッてなりよって。まあ父ちゃんピッになったと思ったら、いつも換気扇の下であの人吸いよるから換気扇向いて歩きながらピッピッピッてなりよね。父ちゃんからピッピピピになるよね。犯人父ちゃんや。ピの犯人父ちゃんや。父ちゃん、さっきからそれ何がピになっとんのって聞いたら、ああ、悪い悪い。これ時計やねん。は？なんで時計が勝手にピになるのって聞いたら、俺の腕見てもらえる？これ、パラシュート用の紐、パラコードを言うやつで作られた、パラコードブレスレット、今噛んだな、俺。パラコードブレスレット言うねん。これ、父ちゃんが最初しとってん。で、父ちゃんしとるの見て、父ちゃん、それやな。俺も欲しい。言うたら、去年の誕生日プレゼントに買うてくれて。このパラコードブレスレットって、これもまた父ちゃん、ガーディアンいう映画見て、あれやな。あれ買おうか。言うて、アマゾンでポチりよって。このパラコードブレスレット、これほどいたら一本の紐になるね。細いでー。せやけど、この一本の紐が4メーターぐらいになって、重さ200キロまで耐えられるんやて。これいざという時に、これ役立つな、言うて帰るってあのさん。で、それ見て、欲しい、言うてこうってもろてんけど、あの人去年のこれに、これまた映画見て時計買いよって。なんや、色の黒いおっちゃんが主人公のイコライザーとかいうやつで、こう腕時計でピッてやって、何秒で悪いやつ倒すかいうようなやつやねんけど、その時計見て、やっぱこの時計買うといたらよかったなぁ。どないしよう。ええや、ポチったれ。言うて買いよって。あのさん、腕時計何本持ってるか知ってる？本人一人しかおらんのやで。時計ばっか、行さん持っとって、誰がいつどこですんねん、ドアホいう感じちゃう？まあ本人言うには、お出かけ用と、なんたら用と、普段用とかって言いよるけど、いやいや、寝るときも朝起きても、日中も仕事しようが遊びに行こうが、毎日同じ時計しとるやんた。他の時計いつつけんねん。そん見たことないやん、ほんま。めったに見んがな。一年に何回やねん時計変えるのって。疑問やわ。サングラス買ってぎょうさん持ってるし。顔に何個サングラスつけんねん、あんた。見るたびに毎回思うわ。まあ、しかし、父ちゃんは腕時計とサングラスと、車とバイク大好きやな。車買って車検が来たと思ったら買い替えよるし。ひどい時なんか一年で2回くらい買い替えよったと思うさ。今までなんで車乗ってきてん、ほんまに。あれやわ。なんだ、腕時計とサングラスと、車とバイクと女の子。あ、女の子言うたらあかんか。これ父さん怒られるな。ここ買ってやで。これ怒られるかんわ。怒られるわ。まあ、それはええとして、父ちゃん動くためにピッ。ピピピッ。その原因が、このパラコードブレスレットが手首曲げた時に、時計のボタン押し寄るらしいね。ほな、時計が、ストップウォッチモードかなんかになって、それ直すために酸化を押すんやって。ピッピッピッ。
つまりや、父ちゃんちょっとなんかしようって動くたびにピッ、そうしたらピッ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 、もう父ちゃん動くたびにピッ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 やで。あんた電子レンジか何かなんかやな、ほんまに。そんなんキッチン用タイマーか電子レンジぐらいしか思いつかへんわ。父ちゃん同じやな。もうやめて。もう怖いし、なんや、不気味やったし。もうやめて。